さあ今夜のゴールデン洋画劇場は皆さんお待ちかね、あのスーパーヒットフラッシュダンス、いよいよテレビ初登場です。もうこの映画の大ヒットは凄まじいものでした。でその要因としてですね、アイリン・キャロのあのスマッシュヒット、ワッターフィーリングとか数々ヒットソングが入っているということ、そしてまた素晴らしいダンスシーンがある、いろいろと言われてますが、最大の魅力は何といっても主演のこのジェニファー・ビールスですね。あの大きな目吸い込まれそう、素敵ですね。そしてこのフラッシュダンス、民放ゴールデンタイム初の試みである字幕スーパーでお届けします。もちろん完全ノーカット。でこのフラッシュダンス、ダンサーといいますか俳優だけが踊るんじゃないんです、もう映画が全部踊るんです、画面が踊ります。ある時はムーディーに、そしてある時はロマンティックに、ある時はエキサイティングに、そしてある時はセクシー、そして最後のあの瞬間、何度言いますけどやった、なんとも言えない幸せな気持ちでいっぱいになります。どうぞフラッシュダンス最後までたっぷりお楽しみいただきたいと思います。いかがでした。さてですね、もう何気ない出演ですが、あのバレエ団の受付にいたあのご婦人覚えてますか。あの方この応募者が来ると紙を出して、本当に紋切り方ですね、どこどこに経験があれば書いて、それでお出しください、オーディションが行きます、何遍も言ってますでしょ。あの不愛想なおばさんがですね、ラストのオーディションで彼女がバーってやった時、やった素敵、あの時に我らも一緒に乗ってやった気持ちなんですね。これが映画の演出の僕は面白いところじゃないかと思うんですが、あそこいかがでした、感激しましたでしょ。さあ来週はジャッキー・チェーンドラゴンロード、ご期待ください。次々と新しいアクションを生み出すジャッキー・チェーン、今度はスポーツとカンフーをドッキリ、前編ダイナミックでしかもニューアイデアいっぱいのアクションが立て続けに登場するジャッキー・チェン監督主演の笑い作、ドラゴンロード。
フラッシュダンスのサウンドトラック版 LP を200名の方にプレゼントいたします。ご覧の宛先へお申し込みください。